ちと楽しい時間を過ごそう。12月10日日曜日、名張市立北中学校で人気テレビ番組逃走中をモチーフにしたレクリエーションが行われました。ランポーレ三重の選手たちと保護者らがハンターとなり、地域の小中学生80人の逃走者を捕まえます。はい、ランポーレ三重背番号13高野と、背番号10番谷本です。今日は、名張市の地域貢献活動で、北中で逃走中のハンターをやらせてもらいます。そうそう、追っかけるのすごい大好きなんで、全員捕まえたいと思います。はい、まあ、子供たちも80人ぐらいいてたくさんいるんで、まあ、子供たちと仲良くなれるよう、まあ、ハンターとしての役割もしっかり捕まえて楽しく活動したいなと思います。しんどいっすね。大丈夫ですか？練習よりしんどいっす、ほんまに。やっぱいつも体育館なんで曲がれるんですけど、グラウンドなんて曲がろうとしたらもうスルッといっちゃうんで、めちゃくちゃきついっす。子供たちめっちゃあれなんで、機動性いいんで。子供たちと一緒に楽しむランポーレ三重の選手たちを見ることができました。ティップオフ、トップを目指せランポーレ三重、次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ABS